皆さんこんばんは、シシドカフカでございます。第4回目となります U of BNJ ブルーノート東京公式チャンネル、今夜はですね、私が主催し来週の土曜日にブルーノートでライブをいたしますエルテンポについて楽しくお話できたらなと思っております。ユニバーシティオブブルーノートジャパン、略して U of BNJ、 今年の4月コロナ禍の中スタートしたブルーノートジャパン YouTube チャンネルの最新プログラムでございます。ご存知の方も多いかと思いますけれども、アーティスト本人がガイダンスレクチャーするなど音楽を学べる他にはない貴重な機会となっております。さて今夜お届けする U of BNJ はですね、来週土曜日10日に公演が行われます私のライブエルテンポディレクティッドバイカフカシシドをより楽しむための、まあ、前夜祭的なプログラムになっております。そもそもエルテンポとは何か、そしてリズムウィズサインズとはっていうのを、まあ、初歩的なところからお話ししていければなというふうに思っております。今夜ねこれを見てぜひ10日のライブもエンジョイしていただけたらと思ってます。この後私のリズムウィズサインズの師匠、まあ、リズムウィズサインを作った方ですね、サンティアゴ・バスケスもアルゼンチン・ブエノスアイレスから、参加してくださいます。そしてご覧の皆さんはサンティアゴへだったり私への質問をライブチャットに書き込んでいただけましたら、いくつかピックアップして後ほどお答えしようと思っております。でエルテンポ、まずそのハンドサインに出会ったきっかけなんですけれども、2015年に、とある番組でアルゼンチンのブエノスアイレスに行ったんですね。というのも私中学高校時代2年間中1中2の2年間をブエノスアイレスで過ごしているんですよ。なのでその軌跡をたどるという番組で行かせていただいたんです。でその時にアルゼンチンにとっても詳しい私の友人が、もうブエノスアイレス行くならこれがマストゴーだよ、このライブぜひぜひ見てきてって言って、見に行ったライブがそのサンティアゴ・バスケスが作ったリズム・ウィズ・サインを使った最初のバンドですね、サンティアゴ・バスケスが作った最初のバンド、ラ・ボンバ・デ・ティエンポというバンドのライブだったんです。でそれが向こうはその日天気が良かったので野外、もう空が抜けている場所ですごく大きなところでやってたんですけれども、何の予備知識もなく見に行ったんですね。でそしたらなんか指揮者っぽい人がたくさんのパーカッションの前に立って、なんか指揮っぽいなんかサインを送っているなと。でこうライブを見ていたら、なんだこの魔法みたいな時間はと、もう何をしてるかわからないのにどん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 リズムが変わっていくし、みんな一斉に止まるし、そしてみんな一斉に急にリズムを叩き出すし、これは一体何なんだろうっていうのに見せられたのもそうですし、あとその場所ですね、空間、海外でねライブを見たことのある方はわかるかと思いますけども、本当に自由なんですよ。その人たちが自分の思い思いの楽しみ方をしていて、まあ、私もこうタンゴとかのショーは見に行ってこう席に座って、見るショーっていうものは見たことあったんで、ライブっていうのは初めてだったので、その思い思いに楽しんでいる皆さんのその姿、その空間自体にもものすごく感銘を受けた、衝撃を受けて、で、あ、このライブ、この空間っていうものを日本に持って行って日本の皆さんにも楽しんでもらいたいなと思ったのが最初ですね。でそこから、2年ぐらい経って2017年ぐらいに、よし本腰入れてやってみようということで、いろいろプロジェクトを動かし始めて、でそのライブを紹介してくれた友人に、お願いして、もう師匠サンティアゴ・バスケスを紹介してもらったんですね。でこのそのサンティアゴを曰く、そのリズム・ウィズ・サインズ、そのシステムを使ったバンドっていうのはブエノスアイレスにはもうすごくいっぱいいるんですよ。で、アルゼンチン以外ヨーロッパにももうそういうムーブメントっていうのはいろいろなところで起こっていて、でぜひ日本でも東京でもそれをやりたいと思っていたんだっていうことで、ぜひ一緒にやろうという話をしてくださいました。なのでサンティアゴの監督のもとエルテンポというものを動かしていくことになったんですね。で2018年の4月から2ヶ月、サンティアゴがブエノスアイレスでそのサインをハンドサインを教える学校セルプスっていうのがあるんですけど、それを、そこに留学しにおいでと、でそこでみっちり
サインを教えてあげるよということで2ヶ月単身ブエノスアイレスに留学しまして勉強してたんですけど、最初はちょっと甘く見てたんですよね。なんかこうちょっとハンドサインしたらわっと変わって、わ楽しい楽しいだけで終われるんだと思ってたんですけど、授業を受けた時に、ああこれは大変なことをやろうとしているんだな私っていうふうに思って、ちょっと後悔もしたんですけど、もうすごくストイックにリズムというもの、もう16部32部っていうものに対してすごいストイックにアプローチをして、どういうふうにリズムを捉えたらどんなふうな魔法がかかってどういうふうに面白くなるのかっていう、そういうことをディープにディープに考えた末に作られたサインだったんですね。なので理解するのはちょっと簡単、そしてそれを演奏するのは、まあ、次の壁として越えられなくはないんですけど、それをコンダクターとしてあのサインを操るっていうのはものすごくあの大変なことだなというふうに思いまして、2ヶ月あるから最後の 2,3 週間ぐらいはちょっとゆっくりしようかな、ブエノスアイレスで一人でと思ってたんですけど、もうそんなこともかなわず、あのその最後の2週間サンティアゴがヨーロッパにサインを教えに行くっていうそのツアーがあったんですけど、それについていく予定ではなかったんですが、急遽ついて回ることにして、もうその2週間も各ヨーロッパ4カ国5カ国かな回ったんですけど、その間もずっとサンティアゴにくっついてサインを学びました。で、日本に帰ってきて2018年の10月にエルテンポとして初めてのライブをしたんですね。で、そこにはサンティアゴも来てくれて、そのライブの前からエルテンポのメンバーにサインを教えるという作業も一緒にしてくれて、当日を迎えたんですけれども、まあやりたいことの2割もできなかったやっぱりそんな学んで、ね、数ヶ月でできるものではなかったですけれども、自分自身もすごく楽しかったですし、まあ、悔しい気持ちもありましたけど楽しかったですし、あの日本でエルテンポのメンバーとしてプレイしてくれたあのドラマーさん、パーカッショニストさんたちもとても楽しんでくれましたし、お客さんも楽しんでくれて、あ、これは一つ面白いことができるんじゃないかなということで、引き続きライブを続けております。で、今年は10月10日次の来週の土曜日ですねにブルーノートさんで、開催いたします。ここで前回8月の1日にもエルテンポ、これは無観客のオンラインライブを開催したんですけれども、その時の映像をちょっと見ていただいて、エルテンポのライブとはというのを感じていただこうと思ってます。 VTR どうぞ。いかがでしたか？なんとなくハンドサインがどういうものかっていうのを分かりましたかね。このハンドサインとはっていうのをご説明しようと思うんですけど、サンティアゴはその2ヶ月一緒にいた時もずっとこういうことができないかな、ああいう風に表現したらどんな音楽になるかなってずっとクリエイトしている方なので、多分数は増えているんだと思うんですけど、私が最初に聞いた話だと、だいたいサインは120ぐらいって聞いてました。で、今私が使えるのがだいたい70から80ぐらい、まあでもこの数もすごく細かく数えての話なんですけど、だいたい私はそれぐらいのサインを使って今コンダクトをしております。
で、最初にサンティアゴから教わった、そして最初に私がメンバーの皆さんにお伝えした大事なルールっていうのがあって、じゃあ例えばショーが2時間ですってなったら、2時間コンダクターを見続けるゲーム、そして演者は1小節ないし2小節のフレーズをループさせていく。でそれのアンサンブルを作って、そのループを止めたりちょっと変えてみたりっていうので、化学反応を起こしていって面白さを生んでいくというシステムです。でそのさっきも見ていただいた通り、私はもう完全に演者に向かってコンダクトをしているんですけれども、まあ、そのコンダクターがサインを駆使して、流れ、まあ、大幅な道こんな風に行かないっていうものを作っていくんですけど、まあ、2時間見てもらってて、だいたいサインは聞いてもらうんですけど、もちろん演者もそのサインをやりたくなかったら、あ、それやりたくないってもちろん言えるし、あのサインやってって言ってもやらないことで意思表示することもできますし、あ、だったらこうしたら面白いよって音で示すこともできるので、まあ、コンダクターが絶対ではない、その演者とコンダクターの、会話のもと、音とハンドサインでの会話のもと成り立っていく音楽です。で全く最初のベースというものはなくて、もうその場で、じゃあ例えば一人のプレイヤーさんに今日の気分であなたリズム出してって言って出してもらって、そこでテンポと雰囲気が決まって、あ、いいね、じゃああなた彼のリズムに対してユニゾンしてってユニゾンしてもらったり、彼のリズムにちょっと寄り添ってとか、そのリズムの上でソロ叩いてって言って、どん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 味付けをしていく。でもし私がその最初に出したリズムを気に入らなければ変えることもできるんです。あ、今そういう気分じゃない、ちょっと変えてっていうこともできるし、なんかそうやってお互いのその場で感じたことっていうものをぶつけ合っていく、唯一無二の音楽をそこで作っていくっていう、割とステージ上はバチバチの真剣勝負な、そんな、ライブでございます。でも演者は演者で、急にワッってサインを振られてワッと反応しなきゃいけなかったりだとかっていう意味での、そこで自分でどんなリズムで反応ができるかっていう勝負感があったりだとか、あとは皆さんをこう一応ね、こう旗振ってこんな道に行きましょうって言ってるコンダクターとしては、その演奏がいいか悪いかっていうのは私コンダクターにかかっているというふうに思っているので、ものすごい緊張感の中ライブをしております。で、まあこれはハンドサインだけで言葉を使わないので、このリズム・ウィズ・サインズ、このハンドサインを覚えたら、そのサインを知っているもうどの国の方とも、コミュニケーションが取れる、まあ、一つの言語のようなものだと私は思っております。そんなのがハンドサインでございます。お、ここでもう一つ VTR があるそうです。はい。Hola, Kafka. ¿Cómo estás? やっとコンサートできたね。ずっとしたかったでしょ。撮影から1年経ったでしょ。もう早い。サンティアゴ・バスケスの時がすごかったね。彼はグループの中でどんな風に一人一人を魅力的に見せられるかというのをよく分かってて、そのクリエイティブなサインシステムに感動した。そしてそれにカフカが参加したことでさらにワクワクした。本当に最高の空間でした。まあ僕に回ってくるまでな、あんなハイレベルなものを見せられた後だったからね、やばいと思った場合、音楽とかリスンとかそれって言語と同じでコミュニケーションのためのツールだと思います。カフカは日本でのサインシステムのパイオニア。この活動はとても重要な意味を持つと思う。アニモ、頑張れカフカ。頑張るサンティアゴ、ありがとう。あの番組を見てくださった方はご存知かと思いますけど、彼はサンティアゴ・エレーラと言いまして、再放送がつい最近終わったのかな、 NHK の旅するスペイン語というので、アルゼンチンのブエノスアイレスだけでなくいろんなところを一緒に回って私にスペイン語を教えてくれていた方です。で彼も
ブエノスアイレスでもちろんサンティアゴバスケスのライブを見まして、そしてサンティアゴの学校のセルプスに行って、あのちょっと彼もサインを経験してるんですよ。その話をしてたと思いますけれども、そういった意味でブエノスアイレスで一緒にその空気を感じた数少ない日本にいる人だと思っております。はい。で、そうか、私の師匠に登場していただく前にサンティアゴバスケスのライブの映像もね、皆様にぜひご覧いただこうと思っております。とりあえずどうぞ。今の映像はですね、サンティアゴ・バスケスがラ・ボンバ・デ・ティエンポの次に作ったラ・グランデというバンドですね。あのエル・テンポとは大きく違いまして、音階のある楽器がたくさんふんだんに入っているバンドですね。私がブエノスアイレスにいた時も、これ毎週、ラ・ボンバ・デ・ティエンポは毎週月曜日、ラ・グランデは毎週火曜日にライブをやってるんですけど、その毎週月曜日と火曜日にそのライブを見に行くのがとても楽しみで、特にこのラ・グランデは飛び入りで何度か叩かせていただいて、その楽しさをもう肌で感じているバンドでございます。こうリズムだけじゃなくて音階のある楽器が入るとまた全然景色が変わるので、これはこれで皆さんとっても楽しいと思いますのでね、まだ今難しいかもしれませんけれども、ブエノスアイレスに行かれた際には絶対に行ってほしいライブでございます。はい。さて、ではではサンティアゴに登場していただきましょうかね。その前に本日通訳をお願いいたします、太田明さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では呼んでみましょう。サンティアゴ、オラオラサンティアゴ、サンティアゴ、¡Tanto tiempo! Verte, qué bueno. Muy gracias. Muchas gracias por estar con nosotras. Placer, placer. Me encantaría estar ahí en persona. Íbamos a estar juntos, ¿no? Pero el COVID nos dejó acá separados por continentes. 本当はそちらに行って直接お会いしたかったんですけれども、コロナウイルスのせいでこうして大陸を隔ててしまいました。いつ以来かな、会ったのは去年のそれこそその旅するスペイン語のロケ以来かな。Desde el año pasado, ¿no? Que no nos vimos. Ya siento que hubiera sido un montón de tiempo, una vida entera. もうずっと会えていないような会いたいので長く感じます。最初の方がとっても密だったからね、会えないのが寂しいです。Como al comienzo hemos visto con mucha frecuencia, ¿no? Por eso lo extraño mucho. Sí, sí, increíble. Yo siempre quedé impresionado con cuando viniste Kafka a Buenos Aires a aprender el lenguaje en el SERPS y después no estabas contenta con eso y querías más y más, entonces viniste en esa gira que yo tenía que hacer en Europa y hiciste toda la gira solamente para poder ver cada uno de los talleres, increíble, mucha intensidad. 本当ですよね。初めてカフカさんがブエノスアイレスにいらっしゃった時に、このリズムを使ったハンドサインというのを覚えたいとおっしゃって、セルプス私の学校の方で覚えていただいたんですが、覚えるごとにもっと学びたい、もっと学びたいという気持ちが強くなって、で私の欧米の欧州の方にツアーをする予定があったんですけれども、いらっしゃって、そのワークショップでこのリズム
このサインを見たいというだけのためにずっと一緒にいていただいたということを覚えています必死だったんですPorque tenía mucha gana Aprendió muy rápido すごく早く覚えられました今でもすごい素敵な場所今どこにいるんですか ¿Dónde se encuentra usted ahora? Qué bonito, ¿no? El lugar Gracias. Ahora estoy en Buenos Aires, en el estudio que tengo en mi casa. Es donde grabo mis discos y ensayo con los grupos y compongo. 私のブエノスアイレス の, 家 の, 私のスタジオです。うん、でここで CD を作ったり、リハーサルをしたり、作曲もしています。私そう、実はこのスタジオができるまだ壁がない時に行ったことがあってすごい素敵なスタジオになってて嬉しくなりますえ、impresionante ver así finalizado porque yo he visto sin paredes es verdad se construyó bastante rápido pero ahora ya siento que es todo un mundo estar acá dentro para mí es el paraíso 工事もすごく早く進んで完成したんですけども、うんうん、もうずっとこの中にこもっているのでずっといる気分ですでもこのスタジオは居心地がいいのでとてもくつろいでいますそんなくつろいでいるサンティアゴにいくつか質問をしていきたいなと思っておりますまずはサンティアゴがハンドサインを作ろうと思ったきっかけBueno, ya ahora queremos hacer las preguntas. Primero, ¿cómo nació este lenguaje de ritmo y percusión con señas? ¿Cómo fue la idea original? Desde muy chico siempre me gustó improvisar, hacer música improvisando y también después estudié composición y bueno, convertí esas improvisaciones en composiciones y después estudié dirección de orquesta con la idea de dirigir grupos o dirigir músicos en el estudio de grabación. Pero en algún momento vi a Butch Morris, a un músico estadounidense que tenía un lenguaje de señas para dirigir free jazz y música avant-garde. Y no conocí su lenguaje, pero me interesó mucho la idea y como yo soy percusionista y baterista principalmente, después de muchos experimentos y otros grupos, inventé un lenguaje con las mismas características de dirigir con señas la improvisación musical, pero enfocado en el ritmo, enfocado en la percusión y en el ritmo, y en el ritmo para bailar, en la música que sirve para sentir con el cuerpo. まず小さい時から私はずっと即興の演奏に非常に興味がありましたでその後作曲を学んでその即興を取り入れて作曲をするようになりましたであとオーケストラ指揮も学びましたというのは自分でスタジオで録音するときにグループを率いてみたかったからです、うんうん、でその後バッチ・モリスというアメリカ の, ミュージシャンに出会いまして彼はフリージャズをやっているミュージシャンなんですが、で彼がハンドサインを行っていたんですねでこの、試みを私は知らなくて大変興味を持ちましたただ私は、彼と違ってドラマーパーカッショニストでありますのでいろいろな実験をたくさんのグループと一緒に行った後でやはりリズムに焦点を絞った踊るためのハンドサインというものを作ってみたいと、うん、そういうきっかけがありましたでもそのサインをこう自分の演奏のためだけではなくて学校を作って教えようと思ったそのきっかけ理由っていうのはあるんですかね Pero no solo utilizó estas señas para su música sino también fundó una escuela el SERP porque cuál fue el motivo de fundar el SERP Porque también me pasó cuando era joven en los viajes ver en muchos países cuando la percusión genera el encuentro entre las personas, cuando la percusión no solo es para un show, sino que es una forma de comunicarse y de juntar a la comunidad. Y me pareció, cuando se me ocurrió esta idea de hacer un lenguaje de señas para dirigir el aspecto rítmico, pensé que tal vez este sistema podría servir para juntar a la gente, para que la gente pueda no solo comunicarse tocando, sino también con el público, bailando y juntando a la comunidad en cada ciudad o en cada país, en cada pueblo. Entonces, para lograr eso era importante que mucha gente pueda aprender el lenguaje para poder tocar juntos, para poder
entender lo que está pasando. Así que fundé la primera escuela, el CERPS, Centro de Estudios de Ritmo y Percusión con Señas, en Buenos Aires. はい、これもやはり私 の、 若い時のことがにきっかけがあるんですけれども、若い時から本当にさまざまな国を旅してきました。でそのいろいろな国々でパーカッションというのは人を出会わせる、人と人をつなぐものだということに気がつきました。ですのでパーカッションはショーに使うだけじゃなくてコミュニケーション手段であり人々をつなぐものだと思いました。でこうしたシステム、ハンドサインというシステムを見つけた時に、これはもしかしたら人をつなぐツールになるかもしれないと気づきました。で演奏者同士でつながるだけではなくて、観客も、そしてその周りにいる地域の人、それから国の人たち、みんなをつなぐことができるんじゃないかと思いました。で それを、行うためには多くの人にこのハンドサインを、知ってもらわないといけない、そう思って、一緒にみんなでやりたい、そう思って初めてこのセルプスという学校をブエノスアイレスで創立しました。でそのセルプスで教えているリズム・ウィズ・サインズ、そのハンドサインは何を伝えることができるものでしょう。 Y realmente este sistema de señas, ¿qué transmite? Bueno, me parece que es un juego. Es un juego igual que los deportes de equipo, como el fútbol o como el básquetbol. Solo que es un juego con el ritmo. Un juego, en vez de pelotas, hay ritmo, hay sonidos. Y me parece que eso hacía mucha falta. Por lo menos en Argentina era necesario cuando lo inventé. Y veo que en muchos lugares del mundo poder jugar con la música... es algo muy necesario que a veces es difícil de lograr estudiando de la manera tradicional. Así que es por un lado una herramienta muy poderosa para hacer música a nivel profesional, pero también es un juego para que la gente disfrute de hacer música, aunque no sean profesionales. Y también es una herramienta de enseñanza, una herramienta pedagógica para poder enseñar en todos los niveles, desde niños hasta profesionales.はい、まずこの、伝えていることは遊びですね。サッカーとかバスケットボールといったスポーツと同じように、こういったスポーツはボールを使って遊ぶもの、ゲームをするものですけれども、このハンドサインはリズムや音楽を使って遊びます。でこういったことが私が始めた時、アルゼンチンではすごく必要とされていました。で世界の多くの場所で、こういったハンドサインを使って遊ぶことができるということに気づきました。ただ、伝統的にもさまざまなそのクラシックの奏法でみんな音楽で遊ぶということをやっていたんですが、ちょっと難しい、難しい音楽だなと思う人も多かったんです。ですからこういった私の、やっているハンドサインという簡単な誰にでもできる、遊びを通じて、プロフェッショナルのミュージシャンも一緒に、そして全く、音楽をやったことがない初心者の人も一緒に遊ぶことができる、そういう、ものを作りました。でこれはゲームだけではなくて教育でもあり、子どもから、そしてプロのミュージシャンまでが、学ぶためにも行っています。なんかそう、セルプスで授業を受けていた時に学校の先生とかがやっぱりそのハンドサインを学びに来てるわけですよ。でその、セラピーに使うためにそのハンドサインを学んでいたりだとか、あとはそのブリュッセルにシスモっていうバンドがいるんですけど、彼らは子どもたちを集めて、そのちょっとハンドサインはものは違うんですけれども、そうやってサインを出すことによって今からこれやるよ、これやるよっていうのを指示して子どもたちと一緒に遊んだりだとかっていうことに使われていたりとかするので、そのサンティアゴが言っていた遊ぶためのルールっていうのはいろんな形をに変わりながらいろんな人に伝わっているんだろうなっていうふうに思っております。で私が知って聞いた時は120ぐらいだったんですけど、多分まだ今もサインを新しく作ってるんですかね。Cuando yo aprendí, bueno, existían más o menos 120 señas. Ahora me imagino que está sigue aumentando. ¿Cómo es? En realidad, no aumenta mucho, porque la idea no es que haya muchas señas. Lo interesante para mí de este juego no es que haya muchas señas, sino que se pueda jugar y que sea muy divertido, que sea muy poderoso. Más que muy complejo.
Entonces, hay señas complejas también, ¿no? Como Kafka vos sabés también, hay señas que son para músicos muy experimentados también. Pero el lenguaje es relativamente simple y la idea es no incorporar más señas a no ser que aparezca una seña realmente importante, que logra algo que no se consigue combinando las señas que ya existen. まあ、そんなには増えていませんというのは、はい、これはそんなに増やそうと思っていることではないのです。重要なことはこのゲームがみんなでできること、そして楽しいこと、そして、まあ、パワーを持っていること、それが重要なことですね。だから複雑なものにはする気はないんです。ただカフカさんもご存知の通り複雑なサインもあります。でそういったサインというのはやはり経験を積んだプロ の, ミュージシャンじゃないとわからないというものもあります。ただまあ狙いとしてはこのシステムは、まあ、シンプルなものでありたいと思っています。でももしかしたら今あるサインにこう一緒にコンビネーションとして使う何か重要なものが出てきたらまた新たに取り入れるかもしれません。もう本当にずっとヨーロッパでこうバスに乗って一緒の隣の席だったりもするんですけど、ここにこう携帯電話を置いてビデオカメラをこう自分に向けてずっとこれやったらって撮ったやつを見てこうやって叩き、あ、これなら叩ける、これなら叩けるってずっとそれこそ今言ってたみたいにどうやったらみんなが楽しめるのか、どうやったらもっと簡単に理解できるのかっていうものをずっと探求し続けている方なので、またそれをね近々学びに行きたいとは思っております。で、まあ、サンティアゴのライブを見ていると、そのやっぱ個々人のミュージシャンたちのいいフレーズだったりとか、もう絶妙なタイミングでそれを引き出したりとか、その魅力を引き出したりとかしてると思うんですけど、そういうのってどうやってやっているのというか、どういうところを見てればそういうふうな演奏を引き出すことができるんですかね。 Cuando veo su show, veo que los músicos sacan las frases excelentes, fabulosas en el momento exacto. Me gustaría saber cómo usted puede sacar el máximo provecho de cada uno de ellos y dónde se fija para sacar eso. No sé si es así, pero... gracias, Kafka. La verdad es que me encanta trabajar en mis propios grupos con músicos muy buenos, con músicos que tienen su propia idea de la música y su creatividad y su propio lenguaje musical. Y me gusta, como director de grupo, pensar en la combinación de esos músicos primero. Y después, la verdad es que cuanto mejores son los músicos, menos tiene que hacer el director. Entonces... disfruto mucho de escuchar lo que cada uno propone. Y después, por supuesto, el director filtra a través de su idea musical, de lo que está escuchando, algunas cosas. Toma algunas cosas que le parecen más interesantes para continuar la composición. Y entonces todo eso pasa a través de la mente musical del director. Cuando yo dirijo, me gusta mucho lograr formas como muy nítidas entre las partes, lo mismo que me gusta como compositor. Pero cada director tiene su estilo y a mí me gusta mucho verte a vos dirigir, por ejemplo, porque tenés tu propio estilo y eso es lo que a mí me parece interesante de que haya distintos grupos y distintos directores y poder colaborar unos directores con otros también. はい、そうでしたでしょうか。どうもありがとうございます。本当に自分のグループには才能のあるミュージシャンがいまして、なので私のグループで仕事ができることは本当に嬉しく思っています。で私のそのミュージシャンたちっていうのはもうすごく明らかな、アイデアもあってクリエイティブで、自分なりのその音楽言語を持っている、そういう素晴らしいミュージシャンです。ですからまずディレクターとコンダクターとしましては、そのみんなで合わさった時にそのコンビネーションっていうものを形を考えます。ただ、一人一人が優れていれば実はコンダクターにやることはそんなにありません。ただ、よく一人一人がどういう提案をしてくるか、音楽的な提案をしてくるかっていうのをよく聞いています。で、その、その
彼らの提案が自分の中に入り込んでくる。で、作曲をしているときに聞いていて、あ、これは続けた方がいいなと思ったら、そのように作曲を続ける。フィルターのように彼らの音楽が入ってくる。で、作曲をしているとき、実は作曲家の中にはそういうことが頭の中で起こっています。で、私としてはこう鮮やかな形というのがすごく好きなんですけれども、作曲家によってそれぞれスタイルは全く違います。で、私はカフカさんがコンダクターとして指揮を取られている姿が大好きです。というのは、独自のスタイルを持っているいらっしゃるからです。で、やっぱりそれぞれがみんな違うもので、で、コンダクターそれぞれ違う、それでみんなでやると面白いと思います。確かにそうですね。ドラマーはよくそのドラマーが変わればバンドの音が変わるって言われてますけど、コンダクターもやっぱりものすごく色が出るものであって、ね、サンティアゴがそういうふうに言ってくれたのはとっても嬉しいですけれども、師匠の背中が遠すぎて、はい、焦るばかりでございます。で、そのハンドサインを出す側の難しさ、受ける側の難しさってそれぞれあると思うんですけど、どんなところですかね。Y bueno, las señas tienen sus dificultades como para conductor y como para los músicos. ¿Dónde están esas dificultades? ¿Puede explicar un poquito? Bueno, lo interesante para mí es que hay distintas señas que tienen distintos niveles de dificultad. Hay señas muy simples que se pueden hacer con niños que acabas de explicarles la seña y en 5 minutos ya podés hacer música con ellos, niños de 7 años, por ejemplo, 8 años, así que son muy simples, pero por supuesto hay señas muy complejas que requieren un entrenamiento musical muy, muy intenso para músicos profesionales especializados en ritmo. Pero esa graduación de señas desde muy sencillas hasta muy complejas me parece que es lo que hace que el lenguaje funcione muy fácil al principio y que sea un camino de aprendizaje también para los músicos y para el director. Y por otro lado, es cierto que el director tiene que aprender una técnica para dirigir. También se puede dirigir intuitivamente con las señas, sabiendo el lenguaje de señas, pero siempre comprender la técnica correcta para dirigir hace que el resultado sea más preciso, que sea más fácil de entender para los músicos. はい、面白いのはサインもそれぞれレベルがいろいろある、そのレベルの幅があるということが面白いと思います。すごくシンプルなものから大変複雑なものまであるということですね。で、シンプルなものだったら7歳とか8歳ぐらいの子どもから、うん、覚えようと思ったら5分ですぐにそれを覚えて音楽 にすることができると思います。で、複雑なものでしたらその音楽トレーニングを、積んだそのリズムのプロじゃないとが集中して覚えないとできない、そんなようなものもあると思います。で、その幅があるからこそさまざまそのコンダクターとしてもミュージシャンとしても最初は簡単に思うかもしれないけれども、そこからたくさん発展していく道がある、学ぶことがたくさんあると思っています。で、確かにコンダクターとしましてはその技術も必要です。ただ、直感的なものっていうのもありますね。その直感でサインを覚えたらすぐにできるものもある。ただ、テクニックがあればより正確にミュージシャンに自分の伝えたいことを伝えることができると思います。じゃあそのハンドサイン、簡単なものから難しいものもあるんですけど、皆さんがこれをちょっと覚えてたら面白いかなっていう初歩的なサインを3つ、ピックアップしようかなと思います。で、これはまず最初1つ目いきますね。すごく初歩的な全てのサインに対してこれが必要になってくるんですけども、 Q です。 Q これをサンティアゴから説明してもらおうと思います。 Podría explicar entonces una seña que es la entrada? Claro.En el lenguaje hay algunas señas que las tomé de dirección clásica, de cosas de dirección clásica. Por ejemplo, la seña de entrada, que es esto, es simplemente un gesto para indicar a los músicos el momento exacto en que tienen que hacer lo que se les pidió con otras señas. Por ejemplo, si le pedí a un músico que haga unísono con otro músico, el primer músico escucha al segundo, escucha lo que va a tocar, pero tiene que esperar a esta seña
para empezar. En el momento en que doy la entrada, el músico empieza exactamente a tocar ese unísono. Sí, あのサインというのはさまざまクラシック音楽からあの取ったものっていうのもあります。でまさにこの Q というのもあのそういったクラシックの音楽にも使われているものなんですけれども、まあ、あの意味するところとしましてはそのミュージシャンがいつのタイミングでその前に指示された別のサインで指示された動作を、まあ、アクションを行うかという Q になります。あの例えばユニゾンでしたら、はい、最初 の, あの、やってみるミュージシャンが、何かこうやっているときに実際にやらなくてはいけない2番目のミュージシャンはそれを聞いているわけです。で聞いていていつそれを始めるかユニゾンで同じことを始めるかという、合図がこの Q で始まるということになっています。そうですね。なのでそのこの手を合わせるのがユニゾンなんですけれども、あなたそのプレイヤーがユニゾンしてねって言ったらすぐにユニゾンし始めるわけではなく Q を待たなきゃいけないんです。でこの Q は半拍前もしくは一拍前に上がるので下がったところここが Q ユニゾンを始める場所っていう感じなんです。でこのサインはほぼほぼ全て Q が必要になってまして、もう一つお教えしようと思うのはショートノートスタッカートっていうのがあるんですけど、これもスタッカート、まあ、スタッカートはこういう曲なんですけど、上がったところが Q で下がったところで叩く、タン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 、これ多分あの覚えておくと実際にライブ見に来ていただいた方にはやってねやってねって言って客席にやることあるので、この降りた時にタンを叩く、これショートノートスタッカートです。そしてもう一つ面白いのがあるんですけど、ループ。このループも上げて半拍前から一拍前に上げてここで Q なんですけど、このループについてサンティアゴに説明していただきます。¿Puede explicar entonces la siguiente seña que es loop, repetición? Claro, la seña de loop es así. En realidad quiere decir no solamente repetir una frase, sino que a veces con esta seña podemos indicar exactamente desde qué nota hasta qué nota se repite la frase. Entonces, por ejemplo, puede haber un músico haciendo un solo. Entonces la seña indica que repita una parte del solo, pero también indica cortar una parte de esa música y repetir esa parte más chica. Sí. あのループというのはまあこういう仕草なんですけれども、そのフレーズをリピートする繰り返すという意味だけではなくて、どの音からどの音までを繰り返すのかを合図する、サインでもあります。ですからあの先ほどあの歌っていたものですけれども、あの一人の人があのソロをやっています。ミュージシャンがソロをやっています。でパッて合図を送った時この音からですよっていうのを示して、その部分だけカットしてリピートさせる、そういう仕組みがあります。うんうん、これもだから自分が実際何を叩いたのかっていうものをあの理解していないと、その演奏をしていた人ですらループできないっていう、これはちょっと多少緊張感がありますね。でもあの例えばもうずっとループしているものを、ね、ちょっとカットしてたとかっていうのはお客さんにも出てきますので、これ私お客さんに出すことあるので、これもよかったらぜひ覚えていただければと思います。でこのあさっきこうやってたのはそのループを外すという意味ですね。ここで切っていたものを外してまたさっきやっていた演奏に戻っていくっていう、そういう意味でございます、はい、これ、うん、一つ聞きたいんですけど、サンティアゴが、まあ、どのサインが好きとか、あとは困った時にはこれやっとくといいよみたいなのあったりしますかね。¿Tiene alguna seña en concreto que suele utilizar mucho o le gusta mucho? ¿O hay alguna seña que siempre suele utilizar cuando ya no sale otra cosa más o no funciona la cosa? A veces cuando... Porque esa parte para mí es muy divertida también, que es un juego en el sentido de que nadie sabe cómo va a terminar. Y esa adrenalina, esa emoción de estar improvisando y que realmente
los músicos tocan algo que uno no sabía que iban a tocar y entonces uno tiene que cambiar de idea en el momento. A veces, casi siempre funciona muy bien, pero algunas veces también puede provocar clash, así como choques musicales. Y entonces cuando hay un choque musical, en general me gusta terminar de destruir lo que está pasando, pero destruirlo de una manera divertida. Por ejemplo, y entonces empezar a repetir eso como si fuera un mueble que se cayó, pero después empezamos a ver en loop esa caída del mueble y se convierte en algo nuevo, en un nuevo ritmo. Así que me divierte mucho usar esta seña y también staccato, así, para pum, pum, pa, como terminar de llegar al caos creativo otra vez. はい、すごく、その困った時というのを楽しんでやっています、うん、これはゲームですので、で即興ですので誰も結末を知らないんですね、うん、で中にいる私たちはすごくアドレナリンがこう上がってものすごくこう興奮した状態でやってます。で、ミュージシャンが何をするかわからない、うん、でほとんど大体うまくいくんですけれども、時にはこの音楽的なクラッシュといいますか衝突が起きることがあります。でそういうことが起きると私はそれを逆に楽しんでいます。でさっきやってくれたサインのようにそのもう楽しんで壊す、今その流れを壊す。で彼のやったサインをみんながリピートして、それによってそのクラッシュという新しい音楽が生まれる。そのもう壁がこう崩れるような、そういうやり方をしています。でですからこのカオスというか、このスタッカートのこう今やったサインというのがすごく気に入っています。確かにサンティアゴのライブを見てると、もうそっち行くの、あ、そういうこと、あ、そうやって終わるのっていう、すごい発見もいろいろあって、だからこそこうサンティアゴのライブをいつも見ていて思うのは、その場その場っていうものをいかに楽しむかっていうことが本当に大切なんだなというふうに、クリエイトする力もすごく大切ですけど、楽しむという力、心っていうものもすごく大切なんだなっていうふうにいつも思っております。はい、ではここで皆様からご質問をいただいていると思うので、それに対してお答えしていこうかなというふうに思うんです。なのでご質問いただきましょうかね。ありがとうございます。サンティアゴ・エレーラからさっきコメントくれたサンティアゴ・エレーラ、福岡に住んでらっしゃるんですけど、フエルサ・カフカ、福岡からみんな応援してますよと言ってくださってます。ありがとうございます。サンティアゴ・エレーラが福岡から頑張ってって言ってるよ。Santiago Herrera, que está en Fukuoka, nos está mandando, alentando desde allá. イエイエイ。では質問に行きますね。こんばんは。アルゼンチン大好きで3回行きました。おお、珍しい。アンサンブルズ東京でサンティアゴ・バスケスさんのオーケストラに参加してとても楽しかったです。でも演奏者としてですが、たくさんのサインを正確に覚えてその場で思い出すのに自信がなくて積極的に踏み出せません。前に進むためのアドバイスをいただけますでしょうか。Una persona que ha ido tres veces a Argentina y ha participado en la orquesta que usted dirigió, Ensemble Tokyo, y como músico, bueno, es muy difícil aprender las señas y después en el momento exacto tengo que recordar la seña que aprendí, ¿no? Así no puedo avanzar con mucho entusiasmo, sino que como que me contraigo. ¿Qué consejo me podría dar para que podría disfrutar al máximo estas señas? Lo primero es no tener miedo de equivocarse. No hay problema con equivocarse. Es un juego. No es una operación médica o construir un edificio. Si te equivocas, no pasa nada. Y lo segundo es que esta práctica, el ritmo con señas, es grupal, es una práctica para tocar con otras personas juntos. Entonces, el mejor consejo es poder encontrarse con otras personas a explorarlo. Es un lenguaje, entonces los lenguajes, la mejor forma de aprenderlos es hablarlos, usarlo. No tanto aprenderlo en la teoría, sino en la práctica.
Yo estoy haciendo una escuela online en este momento, que espero poder tener la versión en inglés dentro de poco tiempo. Y va a ser un espacio en donde poder aprender el lenguaje tocando con videos y a lo largo de más de 1500 videos. Así que esa va a ser una forma de practicar también para los que no están en un grupo de ritmo con señas. はい、まず一つ目のアドバイスとしては、間違いを恐れないこと、間違えるのはいいんです。これは遊びなんだからいいんです。手術をしているわけでも建物を建てているわけでもありませんから。で、二つ目の、アドバイスとしましては、これはグループで一緒に、みんなで一緒にやっていることです。で、この、ハンドサインというのはハンドサインというだけあって言語ですから、他の人と他の人たち、周りの人たちにヒントがあります。一緒にやっていくこと、一緒に会話をしていくことで、言語というのは使わないと覚えられませんので、理論ばっかり頭に入れるのではなくて、実践でどんどん使ってください。で、私の方で今、この状況ですので、クラスは行ってないんですけども、オンラインクラスを行っています。うん、で、もうすぐその英語のバージョンも作る予定でいるんですけれども、さまざまなサインをビデオで覚える、その、1500以上 の、 ビデオをこう今用意しているところですので、ぜひ皆さんもそのハンドサインを覚えてほしいと思います。ソサンディエゴがずっとよく言ってたんですけど、9で GO と言ったら GO なんだと、とりあえず何か叩けっていうのはずっと彼が言っていて、で、まあ、コンダクターの身からしてみれば、その間違った出たハプニングも一緒にクリエイトして楽しいものにしていくっていうのが、まあ、このハンドサインの面白いところでもあるので、もう怖がらないことですね。はい、そして次の質問いきます。タイムみたいなサインで上の方の手をパタパタさせるサインの意味を知りたいです。これですね。Hay una seña que hace así, que se mueve la mano que está encima. ¿Y qué significa esto? Esto es una letra T en español. Y en español hay una palabra que es tierra, como downbeat en inglés, que quiere decir el comienzo del compás. Entonces, esta seña quiere decir que esto indica un pulso y en algún momento de ese pulso, ¡tum!, empieza el compás otra vez. Es una forma de indicar un comienzo del compás en un lugar distinto de lo que esperabas, de lo que iba a ser originalmente. Nueva tierra se llama la serie. Nueva tierra. Como por ejemplo, taran tan 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 taran tan 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 taran tan 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 taran tan 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 taran tan 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 tan. Hi, この。サインは T というアルファベットになっていて、はい、ティエラでは土地を意味するんですけど、うん、まあ、土とか土地なんですけど、英語でいうダウンビートを意味していて、何か の、 その、まあ、始まりですね、表紙の始まりという意味をしています。ですので、ここからこう、拍がこう変わりますよ。で、今まで思っていたこのまま行くだろうという流れから変わりますよって言って、合図をすると、そこから先ほど歌ったように、うんうん、このビートが新しいビートになると。で、ここの上でパタパタしているのが今の歌だと1、2、3、4に当てたじゃないですか。の場合は、頭で変わります。1、2、1、2って変わるんですけど、これが倍で動いてた時は裏で頭に戻りますよっていうサインなんですよ。なんかこの速さっていうのに注目するべきですね。うん、さあ次の質問いってみましょう。おお、サンティアゴさんにとってシシド・カフカさんはどのような教え子だったのでしょうか。Siguiente pregunta: ¿Qué tipo de alumna era Kafka para usted? Muy especial, porque primero vino especialmente desde Japón. Solamente nos conocíamos de hablar por Skype o por Zoom. Y vino especialmente a estudiar, y tenía un tiempo muy limitado para aprender, porque ya teníamos la idea de armar el tempo, de que su grupo estuviera formado por los músicos increíbles que forman el tempo. Entonces ella tenía que convertirse en una muy buena directora de un grupo de muchísimo nivel, muy rápido. Así que yo también estaba preguntándome cómo lo iba a hacer.
Y cuando llegó al SERPS entendí cómo lo iba a hacer. Básicamente trabajaba, estudiaba todo el tiempo, estaba en todas las clases y me parece que cuando volvía al hotel en Buenos Aires o a su casa seguía estudiando. Y después ella estuvo algo así como un mes y medio, pero de ese mes y medio yo tenía que irme 20 días a una gira en Europa para dar talleres. Y ella decidió tomarse el avión con nosotros y venir en la gira también para tomar todos los talleres que yo daba en Europa y después volver a Buenos Aires y seguir estudiando en Buenos Aires cada día. Así que fue muy impresionante ver la evolución tan rápida y el nivel de concentración de Kafka. Sí. 非常に特別な生徒でした。でまず初めに来た時にスカイプで少しこう連絡をしただけで会ったこともないのにこれを勉強したいと言って日本からはるばる来てくれて、でもうテンポというそのイベントを行うことは決まっていて、その素晴らしいミュージシャンたちがもう揃っている。ただそれまで の時間が本当に短かった。でその素晴らしいミュージシャンたちのその素晴らしいレベルの人たちを、指揮する素晴らしいコンダクターにならなきゃいけないっていうことで、ものすごいスピードで覚えなきゃいけなかった。で私も実は心の中でどうするんだろうと思いました、ただセルプスに実際に来てカフカさんの、勉強ぶりを見て理解できました、彼女はずっと勉強して全部のクラスを取ってホテルに帰ってからもおそらく日本に帰ってからもずっと勉強していました。でその期間が確か1ヶ月半ぐらいだったんですが、その中で20日間私がヨーロッパにワークショップに行かなくてはいけないと言ったら一緒に飛行機に乗ると言って飛行機に取ってヨーロッパまで来て、でまたずっと一緒について勉強をして、でブエノスアイレスに帰ってからも日々そうやって続けていました。だから本当にその彼女が短期間でマスターしたことと彼女の集中力には驚いていますね、だって4月に学びに行って半年後にライブするって結構ですよね。自分でも無茶したなと思いますけど、その無茶が良かったのかもしれないですね、はい、そして次の質問です。お二人に質問です。これから挑戦してみたいことはありますか？ Bueno, es una pregunta para los dos. ¿Tiene algún reto por adelante que quiera hacer? Para mí, bueno,La verdad es que ahora en esta época yo estaría junto con ustedes, normalmente estaría, ¿no? Si no fuera por el COVID, tocando con el tempo y disfrutando de los ensayos y del tiempo juntos. Así que estoy en principio con mucha esperanza de que el año que viene se pueda hacer este encuentro, esta gira que nos habíamos prometido. Y bueno, seguir ayudando en principio a Kafka en el entrenamiento de este grupo, lo que pueda desde acá, pero yo sé que igual va a estar súper bien, que ya tienen un nivel increíble, entonces básicamente disfrutar del estilo que está desarrollando el tempo y Kafka con su grupo, y viendo cómo se diferencia de los grupos de otros países, de Argentina, mis grupos...pero también del grupo de Europa y de otros lugares. Y por mi cuenta estoy trabajando mucho en proyectos personales, en un proyecto de libros de entrenamiento rítmico que se llaman Estudios de Ritmo y discos de música que muestra algunas teorías rítmicas que estoy explorando por mi cuenta. Hi.まず私としては今本来であればこういった状況になければ日本に行って店舗のリハをして一緒に過ごしていたはずだと思っています。ですのでまあ来年には願わくばその日本に行ってその約束を果たしたいなと思っています。でもアルゼンチンからすべてカフカさんを支えて行きたいと思っています。 でもまあ支える必要もそんなになくてもカフカさんは素晴らしいレベルに到達していますし、そのテンポ自体も素晴らしいレベルが高いので、この
店舗らしい、そしてカフカさんらしい他とは違う、独自のスタイルを楽しみたいと思っています。他の国、ヨーロッパとかアルゼンチンの例えば私が率いているグループとはそれぞれ全く違います。それが楽しいところだと思っています。あと個人的にはそのリズムトレーニング の, 本とか、あとはそのトレーニングを紹介したちょっと CD なども用意しています。ね、その私の夢で言えば、そうですね、そうあれなんですよ、今サンティアゴが言ってくれましたけど、本当はこの10月10日のブルーノート結構前からお話しいただいていて、サンティアゴバスケスを迎えてライブをする予定だったんですよ。それが今回叶わなくなってしまったので、彼がまたね日本に来て私たちのエルテンポと一緒に演奏してくれることも夢ですし、あとサンティアゴはその世界各国にいるこのハンドサインを使ったバンドをグループを集めてコンペティションがしたいと言っていたんですね。なので今サンティアゴが言ったようにエルテンポだからできること、私のコンタクトだからできること、このメンバーだからできることっていうものを見つけて、そのコンペティションでサンティアゴと戦いたい言っときながら怖いこと言ってるなと思いますけど、はいですmi sueño primero sería bueno organizar el concierto que íbamos a hacer contigo y el segundo sueño o reto sería como usted hablaba de hacer una competición con todos los grupos que están utilizando esta seña, este ritmo con seña, participar en esta competición y ganarle a usted. Muy bien, me gusta. Está bien, está bien. Ese es el, esa es la actitud. ¡Gambarimas! Voy a luchar, dice. あとはどれを行こうかな、これかな。アルゼンチンといえばマラドーナ、メッシが思いつきますが、音楽で思いつくのはタンゴなど。カフカさんとサンティアゴさんがアルゼンチンらしいなと思うリズムやハンドサインはあるのでしょうか。Cuando dicen, cuando se habla de Argentina, se me ocurre Maradona, Messi y tango, ¿no? Cuando es la música. ¿Hay alguna seña o algún ritmo que es muy auténtico Argentina? Bueno, en Argentina hay muchos ritmos en diferentes partes del país, pero tal vez ningún ritmo se acostumbra a tocar con ensambles grandes de percusión. Por eso un poco faltaba esa forma de hacer música y me pareció que podía servir hacer un sistema de señas para dirigir percusión y ritmo. Pero hay muchos ritmos que se pueden llevar a la percusión que son muy interesantes en Argentina. El tango es uno, pero también en el norte de Argentina hay ritmos folclóricos, la samba, la chacarera, la cueca, el malambo. Hay muchos ritmos muy interesantes que se pueden convertir en ritmos de percusión, pero son normalmente tocados con guitarra y un bombo, un tambor grande, tradicional, a veces con charango. Después hay ritmos de los Andes, de la zona de los Andes, que se tocan con flautas de pan, con sikus y con zampoñas y otros instrumentos típicos. はい、アルゼンチンにはですね、タンゴ以外にもそれぞれの地域にたくさんのリズムが存在しています。でもそういった音楽ではですね、音楽がですね、大きな大編成のパーカッションアンサンブルで演奏するということはないんですね、うん、ですから私はそういった音楽もパーカッションアンサンブルでやってみたいと思っています。でアルゼンチンに例えば独特のリズムといいますと、まあ、フォルクローレといいまして、サンバ、チャカレーラ、クエッカ、マランボなどなどたくさんのリズムがあります。で通常はギターとあと伝統的な大きな太鼓であるボンボとか、あと弦楽器のチャランゴ、あとアンデス地方だったらサンポーニャという笛を使うことが多いです。そうですね、やっぱり私もアルゼンチンらしいなって思うリズムってやっぱタンゴとか、あとはそのこの間の、ね、NHK の番組でもノルテの方、北部の方に行かせてもらいましたけど、そこでその言っていた
フォルクローレの音楽を聴いて、やっぱ音で言えばその今言っていたボンボとかそういうチャランゴとかそういう楽器がやっぱアルゼンチンらしいのかなというふうに思います。あとあれなんて言ったっけ、あのアルゼンチンって特有の楽器が太鼓が確か2つしかなくて、ボンボレグエルとあとオートロン、Cómo se llama? Que existen dos bombos auténticos nacidos en Argentina. Bombo reguero y el otro bombo o un tambor pequeño. La caja. La caja. Sí, 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 eso. それとかはやっぱり音を聞くとアルゼンチンっぽいなって、カハっていう、カハでいいんですよね。カハ。カハっていうその楽器を聞くとの音を聞くと、あ、アルゼンチンだなっていうふうに思ったりします。はい。さあ他にもねたくさん質問いただいてるんですけど、すみませんお時間の関係でここまでとさせていただきます。たくさん質問ありがとうございました。さあそろそろサンティアゴバスケスとはお別れの時間なんですけれども、最後にですね、今回10月10日のエルテンポのブルーノートでのライブ、初めてゲストをお迎えするんですね。ギタリスト佐藤泰治さんと、そして鍵盤の中込陽太さんをお迎えするんですけれども、初めてなんでその音階のある、あ、まあベーシストはいるんですけど、今までその音階のある楽器の方に対してサインをしたことがない、音階にアプローチするサインをしたことがないんですけど、その初めての私のそのライブに対して何かアドバイスがあれば。Por el último, ¿puede darme algún consejo? Porque en el show del día 10 voy a tener dos invitados que es guitarristas. Entonces, tiene escala musical y es la primera vez que dirijo un grupo con los instrumentos que tienen escalas. ¿Podría darme algún consejo, por favor? No creo que haga falta, pero te puedo decir lo que yo hago, sobre todo cuando tengo muy buenos músicos, que es, sé que es el caso de tus invitados para el tempo, para el concierto que está viniendo. En realidad, con darles entradas y salidas, seguramente ellos van a escuchar y van a dialogar musicalmente de la mejor manera que ellos saben. Yo prefiero cuando tengo buenos músicos, no tratar de darles muchas señas de armonía, aunque existen muchas señas de armonía en el lenguaje, dejar que ellos usen su oído y solo usar señas cuando es necesario cambiar algo. はい、まあ、アドバイスはいらないでしょうと言ってますけれども、ただまあ、テンポもそうだと思うけれども、一つだけ言っておけることは、まあ、いいミュージシャンをお迎えした時にはどうすればいいかというのがあります。それは始まりとその終わりのキューを出すだけでいいですというのは、そのミュージシャンがそのちゃんと耳を聞いていて、その最高 の, その音楽的なそのダイアローグ、会話をですね展開してくれます。ですからほとんどその和声のサインは出す必要がありません。和声のサインも実はたくさんあるんですけれども、まあ、いいミュージシャンがいれば彼ら自身が聞いてその最高 の, 音を出してくれるので、コンダクターは最初と最後だけ合図すればいいと思います。楽で良さそうだEs fácil Es fácil, ¿no? Buenos músicos es fácil siempre No, pero además Yo me, digamos, ya conozco a Kafka dirigiendo, ya te conozco un poco y sé que tu forma musical de pensar es muy orgánica, es fácil de entenderte porque las señas son claras, pero también porque la música es clara, porque las ideas musicales suenan naturales. Entonces sé que los músicos te van a entender incluso si no saben las señas.はい、いいミュージシャンがいれば本当に簡単ですよ。でカフカさん の, そのコンタクトの仕方を結構知ってますけれども、カフカさんの音楽的な考え方というのが非常に自然で調和が取れていますから、サインだけじゃなくてその音楽も非常に明確です。ですからもうすごく自然に聞こえますから、ミュージシャンはサインを知らなくても分かると思います理解してくれると思いますですかね。じゃあ楽でいいじゃあ最後に日本のファンに向けてメッセージを。 Por el último, ¿podría dar un mensaje para el público japonés? Bueno, es mi deseo que puedan ir al concierto o verlo en la plataforma, que puedan disfrutar muchísimo. Yo creo que es una gran oportunidad. Para mí es una oportunidad y un
y un lujo que Kafka esté dirigiendo este grupo de increíbles músicos que es el Tempo. Son todos tremendos bateristas y percusionistas, así que es muy placentero tocar con ellos, pero también creo que va a ser muy placentero ver el concierto. Le puedo decir al público que no se lo pierdan y que es una oportunidad también, me parece, para esto, para Japón, que este sea el grupo que está llevando el ritmo con señas a Japón, que sea de la mano de Kafka también. Me parece que es una combinación perfecta. はい、皆さん日本の方にはぜひコンサートに行ってねとお伝えしたいです。この素晴らしい経験ができるビッグチャンスだと思っています。で私にとってその、カフカさんが指揮をするそのテンポというそのとんでもないミュージシャンの方々がいらっしゃるところでその一緒に演奏ができるっていうのは本当に素晴らしい楽しいことなんですけれども、おそらくそれは観客の方にとっても とても楽しいものだと確信しています。で本当にとんでもないドラマーの方、パーカッションの方がいらっしゃいます。ですから見逃してはならないと申し上げたいと思います。でまた日本としてはこのハンドサインのパーカッションをですねカフカさんが率いてこの素晴らしいテンポというバンドがやっているということは本当にチャンスといいますか、日本にとって素晴らしいことだと思っています。Y me gustaría agregar que estoy deseando volver a Japón. Los últimos años tuvimos la suerte de poder ir cada año y ahora lo extraño mucho. Así que estoy esperando que se abran las fronteras y poder volver allá a encontrarnos con el público, a encontrarnos con Kafka y con el Tempo y con mucha otra gente con la que estuvimos trabajando. Así que estoy esperando ese momento. もう一つ言わせていただきたいことが毎年日本には行っていたので、日本にこの状況で行けないというのが非常に残念でなりません。ですからぜひ国境が開いたらまた日本に行ってカフカさん、それからテンポの皆さん、それから一緒にお仕事をさせていただいた皆さんにもう早くお会いしたいという気持ちです。そうですね、そんな日が一日でも早く来るように、祈っていきたいと思います。ね、楽しい時間はあっという間でもう1時間以上経っておりますので、そろそろおしまいにしようと思います。今日ね、サンティアゴバスケスにレクチャーしてもらったハンドサインの魅力が詰まった私のライブ、エルテンポディレクティッドバイカフカシシドは来週の土曜日10月10日ブルーノート東京で開催されます。で先ほども言いましたけれども、ギターに佐藤泰治さん、鍵盤に中込陽太さんをお迎えいたします。今までに見たことのないエルテンポをお届けしますので、ぜひ楽しみになさってください。ですが残念なことにライブチケットはすでにソールドアウトしてしまいましたが、配信ライブのチケットはまだまだ、お求めいただけますので、ぜひぜひチェックしてみてください。チケットの購入方法など詳しくは YouTube の番組説明欄やブルーノート東京のオフィシャルサイトでご確認ください。よろしくお願いいたします。皆様、今夜はご視聴いただきありがとうございました。10月10日にお会いいたしましょう。今日ご一緒しました通訳は太田さん、そしてサンティアゴバスケスでした。ありがとうございました。Muchísimas graciasMuchas gracias a ustedes y a toda la gente que está mirando. Un placer. Gracias. 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 Gracias